1993年6月20日夜、群馬の名バレエ講師山本玲子さんが謎の事故死を遂げた。山本さんは3歳からバレエを習い、小学6年の時、白鳥の湖に感激しバレリーナを志した。1964年、チャイコフスキー記念東京バレエ団に入団。足の怪我のため19歳で現役を断念し、指導者の道へ進んだ。1975年、夫の転勤先の群馬県で山本玲子バレエ団を主催し、優秀なバレリーナを相次いで輩出。指導力の高さが評価され、国内でも著名なバレエ団へと成長していった。また常盤高等学校に働きかけてバレエ専攻科を設置、講師も務めた。さらなる活躍が期待されたが、1993年6月20日夜、自宅近くの踏切で事故を起こし他界した。事故の発生は20日夜10時20分ごろ、東武伊勢崎線の細谷駅と木崎駅の間の踏切で警報器、遮断機が作動していたにもかかわらず、山本さんの運転する乗用車が進入し、6両編成の下り伊勢崎行き普通列車と衝突。車は40メートル引きずられ、電柱1本をなぎ倒し大破。山本さんは頭を強く打って死亡した。運転士によると、乗用車が一時停止もせず遮断機を跳ねのけて踏切内に進入したという。山本さんは当日の夜10時ごろ、雨の降る中、ちょっと出かけてくると家族に言い残して外出したという。どこに向かったのか、なぜ軌道内に進入したのかは全くの謎で、一見自殺まがいの事故であった。山本さんは7月1日の東京公演を前にして非常に張り切っており、そのリハーサルを無事に終了させたばかりで、自ら命を絶つような動機が見当たらず、警察も自殺の動機がないとして交通事故として処理している。居眠りの可能性もあるが、可能性があるだけでそれ以上のことは不明。踏切は見通しは悪くなく、警報器も正常だった。そこへ侵入したのは全く謎で、自殺説や睡眠薬常用説などが語られることになった。山本さんは多忙な生活を送っていたらしく、あまりの忙しさに神経が疲れ、医者に相談して精神安定剤を服用していた。しかし夫の話では、当日は安定剤も飲んでおらず、アルコールを飲んでいた気配もなかったという。